日本男子4年に一度の大舞台、悲願のメダル取りへ、織田信成です。男らしさを示す、そんな入りを見せました。とやっぱりオチはこうでなくっちゃというナンバーに落ち着いて、オースティン・パワーズ。エキシビションではとにかくこうしたナンバーをやりたいんでしょうね。これ伝わってきますもんね。そうですね、これ演じているように見えますけれども、普段からこういうキャラクターですからね。彼は本当にこういうナンバーをやらせたら一番うまいんじゃないかと思います。日本男子もオリンピック代表3枠、3本の矢、このキャラクターが加わっていれば大丈夫です。さあとにかく勝負の年を迎えました。そうですね、またいろんなキャラクターを演じてきている織田選手が今シーズンオリンピックに向けてどんなナンバーを用意してきているのか、そんな楽しみになるようなエキシビションでしたね。